マイケル・シェーン・スペンサーは、アメリカ合衆国フロリダ州キーウェスト出身の元プロ野球選手。1998年、ニューヨーク・ヤンキースでメジャー昇格。リーグ終盤からの出番だったが、スコット・ブローシャスラと組んだ、下位打線は相手にとって脅威であり、高い打率に加え、本塁打を10本も放つ。同年のディビジョンシリーズでは9番打者ながら打率。500、 日本類だと大暴れしてチームを勢いに乗せ、この年アンキースをワールドシリーズ制覇に導いた立役者の一人となった。1999年は不正脈により故障者リスト入り。成績も落とし飛躍の年にはならなかった。2000年は開幕から好調を維持していたが、怪我に見舞われまたも故障者リスト入り。2001年も成績は横ばい。 左投手には滅亡強かったが、右投手を苦手としていた。守備は多少評価されていたが、控えからは抜け出せなかった。2002年は最多の94試合に出場するも、成績を落とす。2002年シーズン途中にロサンゼルスドジャースから、ラウル・モンデシーが加入。さらにオフには、松井秀樹が加入したこともあり、12月21日に FA となった。 2003年1月14日、クリーブランド・インディアンスと契約した。2003年7月18日に、ライアン・ラドウィックとの交換トレードで、リカルド・ロドリゲスと共にテキサス・レンジャーズに移籍した。2003年は、インディアンス時代を含め119試合に出場し、自己最多の12本塁打を放った。10月15日に、FA となった。2004年1月24日に、 ニューヨークメッツと契約した。チームメイトには西武ライオンズから移籍した松井和夫がいた。7月22日深夜、ニューヨーク市内のバーで割れたガラスを踏んで右かかとを列車し、故障者リスト入り。さらに同月末には飲酒運転で逮捕され、無期限の出場停止処分を受け、メッツを自由契約となった。マイナー契約で、 ヤンキースに移籍するが、メジャー昇格することなく、オフに退団。日本に働き場所を求めた。なお、1994年8月から1995年4月に、かけて、MLB 史上最長のストライキが実施された、影響で、オーナー側の命令で1995年のスプリングトレーニングに代替選手として参加していた、ため、スト破りを行った、制裁措置として、 メジャー昇格後も選手会への加入を認められなかった。2004年12月23日に阪神と年俸6000万円の1年契約を結んだ。監督の岡田明信からは同年に広島東洋カープから移籍したアンディシーツとともに対談したジョージ・アリアスの穴埋めとして期待された。2005年はオープン戦前半は不調だったものの後半で調子を上げ、 6番、右翼手として開幕スタメンを任された。その後は、檜山慎次郎との併用で主に相手チームで、左投手が先発する試合に起用され、当時絶好調だった、金本智明、今岡誠の後を任されていた。シーズンを通しての成績を見れば打率、243、本類打球、打点33と、スケットとしては物足りない成績ではあったが、 打線が沈黙している時に一人で気を吐くなど意外性は評価されていた。チームのリーグ優勝に貢献し、日本の野球にも慣れたことから翌年も契約を結ぶことになった。国内他球団を経ずに阪神に入団したスケット外国人野手が優勝に貢献したのはランディバース以来。 また同じく国内た球団を経ずに、阪神に入団した外国人選手が1年以上在籍することになったのは、1995年のグレン・デイビスとスコット・クールボーイ以来であった。メジャー時代同様に左投手に強く、同年に放った本類な9本中3本が、ヤクルトスワローズの藤井周吾からのものだった。7月22日の対ヤクルト戦では、藤井 杉原がら太、石ょうた、の投手リレーに対し、チームがわずか3安打1得点と抑え込まれる中で、その1得点は、スペンサーの本塁打によるものであった。8月21日の同カードにはチームが藤井に5回まで1点に、抑えられる中、6回まで高騰していた、安藤裕也の代打で出場して、レフトスタンドへ、値千金の8号にライン本塁打を放った。 試合後に藤井との相性を尋ねられた際には、たまたまだよと謙虚に答えている。また、9月4日の対横浜ベイスターズ戦では、相手先発の土井義弘相手に2安打1得点と、攻めあぐねていたが、この2安打1得点はすべて、スペンサーのバットから生まれたもので、延長10回に入ってからも、犠牲バントを心を見るなど、チームの勝利に対する熱意を見せた。 2006年は、春季キャンプ終盤に車から降りる際、足を踏み外して、右足首を捻挫、全治6週間と診断された。開幕後4月に復帰するが、浜中治の活躍で、出場機会は代打に限られた。セーパ交流戦からは、相手の先発が、左投手の時に限って一番、指名打者もしくは右翼手で起用されるようになった。また、 ある試合ではスペンサーが一塁手、シーツが三塁手で起用された。交流戦の後半からは調子を上げ、相手が右投手の時でも5番や7番に起用され、満塁弾を放つなど存在感を示した。また右翼手だけでなく、中堅手や一塁手で先発出場して攻守を見せることもあった。しかし、9月17日に故障から戻ってきた今岡と入れ替わりに二軍落ち、 浜中の復活もあり、出場機会が大幅に減少し成績も振るわず、クリス・オックスプリングと共に同年限りで自由契約となった。本人は日本での現役続行を希望し、ウェーバー工事されたが獲得に乗り出す球団はなく、そのまま帰国した。日本では2年間で50打点、内10打点が札幌ドームで打ち出したもので、札幌ドームは得意な球場であった。 阪神の中米スカウトを務めていたトーマス・オマリーが獲得した選手の中で唯一結果を出した選手であったが、それもあくまで旧大点レベルに過ぎなかった。2008年からサンディエゴ・パドレス参加のマイナーリーグ、レイクエル・シノア・ストームの打撃コーチを務めた。2013年には独立リーグ・アトランティックリーグ所属のサマセット、パトリオッツの打撃コーチに就任している。 2015年11月、韓国プロ野球のネクセンヒーローズにて2軍、3軍を統括するフィールドコーディネーターに就任したが、2019年8月5日に飲酒運転が発覚したことで辞任。ありがとうございます。